エミール・フィッシャー、ヘルマン・エミール・フィッシャー、ヘルマン・エミール・フィッシャー、1852年10月9日1919 19 19年7月15日は、ドイツの科学者、1902年にノーベル賞を受賞した、エステル合成法、フィッシャー・エステル合成反応の発見で知られている。ケルン近郊のオイスキルヒエンで、実業家の息子として生まれる。 本人は自然科学の研究者となることを望んでいたが、父親が事業を手伝うことを強制した。しかし、商売に不向きな性格であることが判明し、父親も諦めた。1872年、ボン大学で学び始めたが同年中に、ストラスブール大学に転校。1874年、フタルインの研究で博士号を取得し、大学で職を得た。 1875年、フォンバイヤーがミュンヘン大学のリー・ビッヒの後任として創生され、フィッシャーも有機科学の助手としてついていった。1878年、ミュンヘン大学の院外講師となり、1879年には分析科学の助教授となった。同年、アーヘンでの科学の教授職を提供されたが、断っている。1881年、 エアランゲン大学の科学の教授に就任。1883年には、バーディッシュ・アナリーン、ウントソーダ・ファブリックという企業の科学工場の監督を依頼されたが、学会に残ることを選択した。1885年、ビュルツブルグ大学の科学の教授に就任し、1892年まで、勤めた。ベルリン大学の AW ホーフマンの後任として、創生され、 同大学科学部長となり、1919年に亡くなるまで務めた。特に有機科学の分野で活躍した、フィッシャー投影式の発案などの功績がある。1875年、フェニルヒドラジンを発見。ミュンヘンでも彼の後を追ってやってきたいと、この夫フィッシャーと共に、ヒドラジン誘導体の研究を続け、トリフェニルメタンから染料を作ることができるという、 新たな理論を構築し、実験でそれを証明した。エアランゲンでは、茶、コーヒーチョコレートの有効成分、すなわち、カフェインとテオブロミンを研究し、この分野の一連の化合物の構成を特定し、最終的にそれらを合成した。フィッシャーの名声を高めたのは、プリント等の研究である。年から年にかけて行われたその研究では、 様々な物質を扱っている。当時よく分かっていなかったアデニンやキサンチン、植物由来のカフェイン、動物の排泄物に由来する尿酸やグアニンなどである。いずれも二貫式の含む窒素複素貫構造を基本として、それぞれ異なる位置にヒドロキシモトやアミンがあり、そこに独特な尿素類も含まれる。これらの基本となる仮説上の物質をフィッシャーが年に、 プリンと名付け、1898年に合成に成功した。1882年から1896年にかけてフィッシャーの実験室では様々はプリン誘導体合成された。1884年からフィッシャーは等についての重要な研究を開始し、それまでの知識を一変させ、新たな根然一体となった知識を獲得するものとなった。 1880年より以前からグルコースがアルデヒド元を持つことは知られていたが、フィッシャーは酸化によってアルドン酸になることやフェニルヒドラジンと反応させることでフェニルヒドラゾンとサゾンを形成することなど一連の変換を明らかにした。1888年までにオサゾンまでの変換過程からグルコース、フルクトース、マンノースに関連があることを明らかにした。 1890年、グルコン酸とマンノン酸の間でのエピ化により、糖類の立体的、異性体的性質を明らかにした。1891年から1894年、基地の糖類の立体構造をすべて明らかにし、ファントホフトルベルの1874年の不正炭素原子の理論を巧妙に応用して、未知の異性体の存在を予言した。異性化により異なるヘキソースの間で、 相互合成を実現し、ついでペントース、ヘキソース、ヘプトースの間で相互の合成を実現し、彼の理論の価値を証明した。フィッシャーの最大の成果は、グリセリンを原料として、グルコース、フルクトース、マンノースを合成したことであり、1890年に成功した。 この等についての重要な研究は1884年から1894にかけて行われ、特にグルコシドの研究が最も重要であり、他の研究はそこから発展した。1899年から1908年にかけて、フィッシャーは、タンパク質の研究で成果を収めた。彼は、個々のアミノ酸を分離し特定する、効率的な分析手法を探し求め、 新たな環状アミノ酸プロリンとヒドロキシプロリンを発見した。彼はまた様々な光学活性のアミノ酸からタンパク質を合成する研究も行っている。彼はアミノ酸を作上に結合するペプチド結合の技法を確立し、ジペプチド、トリペプチドといったペプチドの合成に成功した。1901年にはエルネスト・フォーノと共同で ジペプチドの一種グリシルリシンの合成に成功。また同年、カゼインの加水分解についての研究を発表。自然界にあるアミノ酸を実験室で作り出し、新たなものも発見した。フィッシャーのオリゴペプチド合成は最高で、オクトデカペプチドまで到達し、その特性は自然界のタンパク質とよく似ていた。このような業績とその後の研究により、タンパク質についての理解がまり、 その後の研究の基礎を築いた。他にもフィッシャーは、休日に、シュバルツバルトで採集した、地位類の酵素や化学物質を研究したり、革な飯に使われる物質を研究したり、晩年には脂肪を研究したりした。1890年には、基質と酵素の相互作用を視覚的に表す、上と鍵のモデルを提案した。ただし、その後の酵素の研究により、このモデルは、 必ずしも正しくないことが判明している。フィッシャーは、グルコースなどの糖や、カフェインなどのプリンを合成したことで、有機合成化学の先駆者とされている。18歳の時、ボン大学に入学する前にフィッシャーは遺炎を患った。エアランゲン大学在籍中の最後の方でも遺が再発し、ビュールツブルグ大学に移籍する前に1年間。 中立費で休暇を過ごさいかという中立費効果、大学在職中のビクトルマイヤーの申し出も断らざるを得なかった。記憶力が優れていたが、話下手で原稿を書いて丸暗記して講演するというやり方をとっていた。ビュールツブルグでは散歩を趣味とし、シュバルツバルトにもよく通った。管理職となってからは、特にベルリンで科学だけでなく、科学全般について、 基盤確率の重要性を頑強に主張した。科学的問題についての鋭敏な理解や直感、真理を愛する姿勢や仮説を実験で証明しようと、する姿勢から、真の偉大な科学者の一人とされている。1888年に、エアランゲン大学の解剖学の教授の娘と結婚。結婚の7年後に妻が亡くなっている。3人の息子を儲けたが、そのうち一人は、 第一次世界大戦で戦死した。別の一人は、徴兵による訓練のせいで25歳の時に自殺した。フィッシャー自身もフェニルヒドラジンによるがんを及び鬱病が、元で19、1919年に、ベルリンで自殺している。長男のヘルマン・オット・ローレンツ・フィッシャー、1888年から1960年。 カリフォルニア大学バークレー校で1948年から亡くなる1960年まで生科学の教授を務めた。フィッシャーはプロイセンス密古門館に選ばれ、いくつかの大学から名誉博士号を贈られている。また、プールルメリット科学芸術勲章とマクシミリアン勲章を受賞1902年にはノーベル科学賞を受賞した。 様々な科学反応や科学における概念にフィッシャーの名が付けられている。1919年に亡くなるとドイツ科学会がエミール・フィッシャー記念メダルを創設した。なお、フィッシャーとロプシュポーは全く別人の,の名を冠したものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。